ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。平清盛って、後の鎌倉幕府が有名なせいかあんまり話題に上がることがないわよね。そうなんだよな。一応ドラマもあったけど、あんまり人気もなかったしな。ああ、そうだったわね。でも日本史にとってはもちろん欠かせない人物でしょ？もちろんだぜ。清盛が後の武家社会の起爆剤になったとも言える。それに清盛自体にも謎が多くて、なかなか面白い人物なんだぜ。それは気になるわね。それじゃあ今日は清盛が福原京に遷都した理由とすぐに戻ったわけについて解説しよう。それじゃあゆっくりしていってね。平清盛とは、平清盛は、1118年に伊勢平治の棟梁平忠盛の嫡男として生まれた。誕生したところは、京都であったというのが最も有力だ。一説には、白河法皇の寵愛を受けていた祇園の女房が清盛の父忠盛に貸しされ、その後生まれたのが清盛だから、彼は白河院の楽院であると言われている。御楽院ってことは、隠し子かもしれないってこと？真実かどうかはわからないが、後に当時の武士には考えられないような出世をしているところ、そして祇園の女房の庇護を受けていたことから、白河院の子ではないかと考えられる要因の一つとなってはいるな。その説が本当なら、すごい話ねえ。1129年に、わずか12歳で守護家左衛之助に任命される。当時の貴族たちも、清盛の早すぎる出世に驚いていたそうだ。さらに1137年には庇護の神に任じられる。父忠盛は、白河院によく仕え、その父と祇園の女房の庇護のもと、清盛も順調に出世の道を進んでいた。本当に異例のスピードの出世ね。ところが1147年6月15日、清盛は宿願成就を祈願し、八坂神社に田楽を奉納しようと学人を連れてやってきた。その時、学人を護衛していた清盛の老頭たちに、祇園社が武装解除するように求める。神社だしねー。儀式中は物々しくしたくないわよね。それに反発した老頭たちと神官たちが小競り合いとなり、老頭の放った矢が宝殿に当たり、負傷者も出てしまった。祇園社の本寺であった延暦寺は、忠盛清盛府氏の配慮を求めて、豪訴する。豪訴？豪訴とは、寺社が神輿や神器などを担ぎ出して洛中に乗り込み、強引に要求を通そうとすることだ。おお、当時の寺社ってなかなかアグレッシブなのね。鳥羽法皇は、なんとか延暦寺をなだめ、清盛の罰金刑だけで済ませた。しかし、清盛はこれ以降しばらく謹慎させられていたようだ。法皇でもかばいきれなかったのかしらね。1153年には父忠盛死去により、清盛が平治一門の棟梁になる。清盛は、嫡子となっていたが、忠盛の正室宗子との間に家盛という息子もいた。じゃあ清盛は後継ぎとしては二番手じゃない？実際に祇園社の事件以降、家盛が次第に頭角を現し、忠盛の後を継ぐのではないかと見られていたが、1149年に家盛が急死した。その結果、家督を継ぐのは清盛が最も有力となった。何か見ようわね。家盛は、死の直前まで健康だったことから、謀殺されたのではという説もある。清盛が直接手を下したことは考えにくいが、清盛の周辺にそのような計画があったのかもしれないな。官位をもらうくらい出世してたんだから、清盛が棟梁になりたかったのは間違いないでしょうね。1156年、鳥羽法皇の子崇徳上皇と後白河天皇の争いと、藤原の摂関家の家督争いという問題に、平治と源氏の武士たちが力を貸すという形で起こったのが、保元の乱だ。清盛は、後に争うことになる源義朝と共に、後白河天皇側につき勝利した。ここでは頼朝が仲間だったんだ。保元の乱で勝者の側についた平清盛は、1156年に播磨の神に任じられ、播磨から摂津を領地とする。そこで、平清盛は、自らは京で出世を図りつつ、経済的には、領地内にあった大和田の泊まりを整備し港と定めて、宋との貿易を始める。当時の中国は宋の時代か。この頃の日本と宋との関係は、9世紀に遣唐使が廃止されたために、国家間での外交関係は遮断されていたが、10世紀後半に中国を統一した宋王朝が海洋政策に熱心だったため民間の往来は活発化していた。まあ江戸時代の鎖国じゃないから、民間レベルでは貿易があってもおかしくないわね。この民間レベルでの日宋貿易では、戦火陶磁器書籍香料などが輸入され、日本国内で高額で取引されている状態だった。貿易をすれば儲かるって状態だったってことか。清盛は、この日宋貿易による利益に目をつけ、太宰府を掌握し、その北にある博多港への影響力を強めた。さらに、本拠地福原の南に位置する港大和田の泊まりを改修してその間の航路を整備したわけだ。なるほど。福岡から兵庫までのルートを整備したわけね。この航路による利益が平家を支えたため、清盛は航路上にあった厳島神社を厚く信仰していた。こうして、平家は、日宋貿易の利益を独占することになり、
一門で獲得した領地と合わせて二つ目の財力の源泉を手に入れ、さらに大きくなったわけだ。日宋貿易での利益が、さらに平家一門を大きくしていったのね。保元平治の乱の後、清盛は、後白河上皇と協力して政敵を倒し、また隕石関係をも利用して出世していった。1160年に武士初の供養となる参議就任を経て、1167年には律令管制最高官である太政大臣にまで上り詰めた。おお、朝廷での地位も手に入れていくことになったのね。ちなみに太政大臣は名誉職であるため、慣例に従って約3ヶ月で辞職している。経済力と政治力を背景としてとてつもない速度で出世をしていく清盛だが、1168年2月、大病を患って失家した。隠居ってことでいいのかしら？その後、平家では京における政治全般は、一門の指定や平家に協力する上流貴族たちに任せられることとなり、清盛は、重大な懸案発生時以外には京に出向かなくなり、福原に引きこもるようになる。自分が福原にいても大丈夫なくらい、平家の勢いがすごかったんでしょうね。そして、大和田の泊まりの約 2.5 キロ北側に雪見御所を構え、福原一帯を整備していく。清盛は出家したとはいえ、未だ平家の長としての権力を維持していたから、周辺には平治一門や貴族の屋敷が建てられていった。清盛の求心力もすごいわね。その後、白山事件をきっかけとして、後白河法皇が清盛の子である平重盛と平宗盛に比叡山を攻撃するよう命じたため、清盛が何かと理由を見つけては、後白河法皇の命令をかわそうと試みたが失敗し、ついに比叡山追討の兵を挙げることとなった。後白河法皇は比叡山勢力を脅威に思ってたんでしょうけど、清盛は？清盛と比叡山延暦寺との関係は良好だったから、清盛の対応は渋々だったそうだ。ところが、平家軍が比叡山追討に向かおうとしていた1177年6月1日夜半、忠行綱が清盛のいる西八条邸を訪れ、後白河法皇や最高たちが平家打倒の謀略を図っている、と密告をした。え、後白河法皇はそんなこと考えてたの？こんな話を聞かされると、もはや比叡山追討などしている場合ではない。清盛は、延暦寺攻撃を中止し、直ちに集めていた兵を向かわせて、最高を捕まえて連行し、拷問にかけて全領を自供させた後、斬首した。へぇ？また、同年6月4日には、他の陰謀の参加者が一網打尽にされ、それぞれ処分された。さらに、同年6月5日には天台座主命運が入る解かれ、対する藤原諸隆は斬殺、藤原諸常は六条河原で斬首とされる。後白河法皇はどうなったの？清盛は、あえて首謀者であると考えられる後白河法皇の責任は問わなかった。このことから清盛と後白河法皇との関係は、危機的ではありつつも皮一枚だけ繋がることとなった。それにしてもすごいタイミングよねー。この事件を獅子谷の陰謀と言うんだが、あまりにもタイミングが良すぎるから、比叡山を敵に回したくない平の清盛の自作自演ではないかという説もある。そんな説が出るのも納得ねー。その後、1179年6月17日、清盛の三女でありこの妹ザネに嫁いでいた静止が死去する。この静止は、1166年に夫であったこの妹ザネが有していた膨大な荘園を相続し、絶大な経済力を有していた。へぇ、当時って奥さんの相続があったのね。まあ実際には清盛が管理することにより、実質的に清盛が摂関家領を手中に収める結果となっていた。しかし静止が亡くなったことにより、この膨大な荘園を誰が相続するかという問題が起こる。そうねえ。普通だったら夫婦の子供に継がせるべきだったんじゃないの？この時、清盛は、静止の養子であるこの妹道に相続させたいと考えていたが、後白河法皇は、白河殿蔵預かりという名目でその全てを没収してしまった。ええ？また、後白河法皇は、同年うるう7月29日に死亡した平清盛の嫡男平重盛の治療地まで没収し、他の家臣に分け与えてしまう。後白河法皇にとっては、獅子谷の陰謀の処罰に対する報復だったのかもしれないな。せっかく角が立たずに終わったのに。こうなると、平清盛としても黙ってはいられない。清盛は、同年11月、軍を率いて上洛し、後白河法皇を鳥羽殿へ幽閉し、その院政を停止させるというクーデターを起こす。そりゃそうなっちゃうわよねー。そして藩平家の供養39人の役職を一斉に解雇した上で治療地を没収し、これらすべてを平家一門や新平家の供養にすげ替えてしまう。その結果、平家一門は、治療地は31カ国約500の荘園を有するまでに増大した。ついに法皇も倒しちゃったわけね。並ぶ者がいない力を持った平家は、さらなる高みを目指す。時の天皇であった高倉天皇に対して圧力をかけ、1180年4月22日、その第一王子である時人親王を安徳天皇として即位させた。ここであの悲劇の安徳天皇が、
安徳天皇は、高倉天皇と平の清盛の娘である範子との間の子だから、清盛は、天皇の外祖父の立場となる。この結果、外から見ると幼少の安徳天皇を補佐する高倉天皇の院政が始まる形となったが、実質的には、平家の傀儡政権となったわけだ。ついに天皇の座までほぼ手に入れたことになるのね。ここで、平家にあらずんば人にあらずと言われるほど、平家の権力は頂点に達し、初めての武家政権が誕生する。対抗馬となりうる後白河法皇までも平家に幽閉されているから、もはや平家を止める者は存在しない。やりたい放題ね。もっとも、権力を握って横暴を極める平家に対して、全国各地で多くの反対勢力が生まれた。平家独裁政権に対する反乱の第一波となったのは、後白河法皇の第三皇子持仁王の挙兵だ。さすがに平家をよく思わない人も朝廷にいたのね。持仁王は、後白河法皇の第三皇子で、平治政権の圧力で30歳近かったが、親王宣言を受けられずにいた。だから持仁王は、莫大な荘園を持つ後白河法皇の異母前の、八条院庄氏内親王の養子となって皇位へ望みをつないでいた。血統的には正統なのに、不遇だったわけね。ところが清盛の孫である安徳天皇が即位したことにより、持仁王の望みは絶たれる。そればかりか持仁王の経済基盤である荘園の一部も没収された。地位どころか経済力まで奪われちゃったのね。そこで平家方の武将であった源頼政下神戸幸吉足利義清源の中家、興福寺恩成寺などが持仁王に同調し、反平家のために動き出した。持仁王は、1180年4月9日、源幸家に持仁王の領事を預けて、全国に散らばる源氏勢力に協力を求めた上で、ついに反平家の挙兵をする。どうなったの？持仁王の計画はすぐに発覚し、逃亡中に、平家の追っ手により討ち取られた。こうして反平家の初動を鎮圧した平家だが、巨大寺社勢力である恩成寺延暦寺が反平家の動きを見せたため、これらの巨大寺社に挟まれた京の地理的不利を払拭するため、京を放棄する決断をする。ここで福原京に戦としたのか。福原京戦と、そして清盛は、1180年5月30日、突然、同年6月3日に摂津の国福原に行幸を決行するとの決定を下す。この突然の決定に皇族供養らを含めた都の人々は大混乱に陥ったが、平の清盛は、さらに1日早めた同年6月2日に決行することとした。そりゃ周りの人も驚くでしょうね。そして、同年6月2日、平の清盛は、安徳天皇、高倉上皇、後白河法皇、摂政藤原の元道などの多くの公家を引き連れ、福原に向かう。天皇や法皇まで連れて行かれたら、ついていくしかないわよね。一行は福原に到着し、幼少の安徳天皇は平の頼盛邸、その後すぐに平の清盛の屋敷に、高倉上皇は、その後すぐに平の頼盛邸に、後白河法皇は平の範盛邸に入る。しかし突然の行幸だったから、随行者の宿所が足りておらず、一部の人々は道路に座り込むありさまだったそうだ。身分の高い人も大変だけど、それについていく人も大変ねえ。清盛の主導により、安徳天皇が福原に赴いたとはいえ、この時の移動は突然行われたものであったため、当然新都の造営などなされていない。それどころか、新都の場所さえ決まっていなかった。とりあえず天皇たちを無理やり連れ出しただけっぽいわねえ。そのため平家内で議論が迷走する。当初、福原の南方に位置する和田に建設する計画が立案された。しかしここに平安京と同様の上房制による都市を建設しようとしたところで、土地が狭すぎるということが判明し、1180年6月15日に廃案となる。そうか。そもそも平地が少ないわけね。また、播磨の国南野や摂津の国小屋野なども候補に上がったが、結局立ち消えとなる。結局、政権中枢からも異論が吹き出し、1180年7月中旬に、なし崩し的に福原を新都とすることに決まり、道路整備や宅地造成などが始まる。グダグダのまま決まったのか。そして、ここから新都の造営が進んでいき、同年8月10日に皇居の棟上げが行われ、同年11月13日に皇居への先行と定められた。しかし幼い安徳天皇に代わり院政を行っていた高倉上皇が平安京を放棄していなかった。どういうこと？福原を離宮の扱いとしたんだ。これは戦闘を進める清盛と対立することになった。さらに清盛を筆頭とする戦闘強硬派と、伝統的な王朝貴族との間で、安徳天皇の即位式を福原で行うか平安京で行うかが、厳しく議論された。ああ。即位を福原で行うと、本当に福原が都になっちゃうものね。ところが8月12日に儀式が翌年に延期されたため、戦闘会中の議論も先送りとなる。
しかし同年8月17日に伊豆の国で源頼朝が、また同年9月には信濃の国で木曽義仲が挙兵するなど、全国各地で反平家の挙兵が相次いでいるとの報が届いたため、福原にも混乱が走る。そんな時に、後に平家を倒す勢力が立ち上がってるのか。そのため、寺社や貴族たちだけでなく、平家政権の中枢からも福原から京に関とするべきとの意見が噴出する。特に、清盛の子でありその後継者とされた平の宗盛までもが、京への関東を主張し、平の清盛と口論になるほどだった。無理に戦闘して権力が分散したら、反平家に疲れるかもしれないかもねー。こうなると、さすがの清盛も、自分一人の意見で福原京戦闘を維持できなくなり、結局、平安京への観光を決定する。そして、1180年11月23日から平安京関都が始まる。結局平安京に戻ることになったのねー。こうして、清盛の戦闘計画は6ヶ月足らずで破綻し、福原での都づくりは結局未完に終わる。そのため、結局、福原は戦闘だったのか離宮に過ぎなかったのかの議論も決着を見ずに終わることとなった。清盛としては戦闘だったんでしょうけど、周りがついてこなかったのね。その後、栗から峠の戦い篠原の戦いで木曽義仲に大敗し、進行を止める力を失った平家は、東領平の宗盛が、平家一門で京を離れる決断をし、安徳天皇と三種の神器のみをもって西へ落ち延びていく。平家凋落が始まっていくのね。そして、平家一門は、1183年7月25日、京を辰に際して、京の平家屋敷に次々と火を放った後、次々に西に向かっていく。そして、京から西に向かって落ちていく平家は、途中でかつて都としていた摂津の国福原に立ち寄り、ここにも火を放ってさらに西に向かう。福原にも火をつけたのか。力を失った平家は、九州にたどり着いたが、ここでも現地の勢力の抵抗にあって九州を追い出される。腰を据える場所を見つけられない平家は、柳ヶ浦から海に出て、四国や島にたどり着き、ここで勢力を立て直していく。海に出るっていうのは、貿易で力を蓄えた平家らしいわね。その後、平家は、勢力を取り戻すべく東に向かって進軍し、途中の備中の国で、後白河法皇の命に従って平家を追ってきた木曽義仲を撃破し勢いをつける。法皇たちは散々ね。また、この後、木曽義仲と源頼朝方の源氏同士で争いが起こったため、平家は、その隙をついて屋島を本拠地として勢力を整え、1184年1月には、京奪還のための拠点とすべく大和田の泊まりに上陸し、福原の再建を進めるまでに至った。へえ、平家も押されっぱなしじゃなかったのか。もっとも、1184年2月7日に勃発した一の谷の戦いに敗れた平家は、安徳天皇、建礼門院を引き連れて、福原を放棄して屋島へ向かったため、再び福原は消失し失われた。福原はいろんな意味で、平家を象徴する都市ねえ。なぜ福原戦闘にこだわったのか。ここからは、なぜ清盛が戦闘を強行することにしたのか見ていこう。これには一部の勢力を政治の世界から遠ざけたかったため、さらに平家の経済力を強めたかったためなどといった指摘が多い。遠ざけたい勢力っていうのは何だったの？黙秘党の挙兵計画が発覚したとき、捜索を逃れた黙秘党がまず立てこもったのが恩情寺で、落ち延びようとしたのが奈良であったように、黙秘党が挙兵に当たって頼みにしたのは京都周辺奈良の大寺院だ。ああ、そういえばお寺の名前もたくさん上がってたわね。当時は王法仏法相違と言われるように、仏法の交流が国の交流に直結すると考えられており、さらに院政の政権では、人事を朝廷が持つことなどで仏教勢力を統制していた。朝廷と仏教が近い位置にいたってことね。1179年11月、清盛がクーデターを起こし、後白河法皇を幽閉すると、これらの大きな寺院は、従来の秩序が解体させられるのでは、と危機感を抱き、反発を強めていた。中でも恩情寺が反平寺となったのは、後白河法皇の帰依が特に熱かったからだ。後ろ盾の法皇が失脚したら、自分たちも危ないじゃないかってことね。なんとの幸福寺も、藤原氏の氏寺だったから黙秘党に味方した。黙秘党が恩情寺に逃げ込むと、恩情寺の僧とは、延暦寺幸福寺に通知状を送って、反平寺の寺院連合を形成しようとした。寺院同士で、平寺を倒そうとしたのか。しかし、恩情寺でも上層部が平寺に同調する動きを見せたことから内部がまとまらなかった。さらに平寺に近かった延暦寺の連合からは、離脱されたこともあって足並みが乱れた。結局黙秘党は形勢不利とみて奈良への脱出を図ったが、途中撃たれた。寺社内部でも、平家につくべきかどうか悩んだのね。この黙秘党の乱が鎮圧された後、その後の処理として焦点となったのは、奈良の幸福寺を中心とした寺院勢力に対する処分だ。新平寺派の供養は、
持ち人が降伏時に逃げ込もうとした事実が明白である以上、降伏時に対する武力攻撃や所領の没収を行うべきだとした。まあクーデターに力を貸してたわけだものね。それ以外の供養からは、降伏時が藤原氏の氏寺で、攻撃が行われると有力な仏法の一宗が壊滅してしまう、という慎重な意見が出てまとまらなかった。なるほど。それも確かにそうね。最終的に、降伏時に対しては、使者を派遣して事情を調査し、結果によっては官軍を派遣という方針が決定したが、一方で恩城寺への武力攻撃が決定すると、恩城寺に合わせて、降伏寺が受諾してくるという噂が広がった。一気に仏教勢力が都を攻めるかもしれないってことか。福原遷都はこうした状況の中で突然に決定されたから、当時の貴族の日記でも、その目的には、降伏寺の攻撃に向けて、不慮の事態が発生するのを恐れたためではないか、という推測がなされている。もし平安京に攻め込んで来られたら大変だから、その前に福原に移しちゃおうってことね。そういったこともあって源頼朝の時代以降、三井寺は保護を受けるようになった。福原京までの距離を考えると、遷都した場合、確かに大和の寺は都から遠ざかることになる。たとえ攻め入られそうになっても、距離があるなら時間を稼ぐことができるものね。さらに福原京は日宋貿易の拠点、大和田の泊まりに近い場所だ。福原京に都を移すことで貿易拠点である重要な港と近くなり、都への物資の供給がしやすくなり、物の移動がより活発になることが期待できる。そうそう。それは単純にメリットよね。この時代、日宋貿易で得られる利益は平家勢力に入っていたから、貿易をさらに活発にすることによって平家の権力を拡大させようと目論んだ、という見方もある。政権と経済の中心地は近い方が便利だものね。最近では、桓武天皇が、平城京を捨て長岡京、そして平安京の遷都に邁進したように、新王朝にふさわしい新都を建設すべきだ、という政治的背景だったのではないか、という意見もある。そうね。安徳天皇を即位させるなら、今までと違う新しい都を作るっていうのもわかるわ。清盛がこのことを頭に置いていたかは定かではないが、平治系の天皇である安徳天皇が即位した今、この安徳天皇から続くであろう新しい皇統の新しい都として、この福原京遷都を考えたというのは、そんなにおかしくないように思う。全く新しい朝廷を平家主導で作りたかったのかもね。この時、清盛は63歳だったから、かなりの高齢だ。自分の余命もあとどれくらいなのかわからない中、何としてもこの福原京構想を完成させ、平家の血が入った安徳天皇の皇統が続く道筋をつけたかったのかもしれない。急な遷都となったのは、清盛の焦りがあったのかもしれないわね。さらに肝心の高倉上皇が、遷都から1ヶ月を過ぎた7月半ばに病に倒れ、政務もほとんど取れない状況となってしまったことも問題だった。住み慣れない環境と、福原京をめぐる混乱で心労が重なったのかもね。この高倉上皇の不調は平家に暗い影を落としていくことになる。万が一、高倉上皇が亡くなるということになれば、まだ幼少の安徳天皇では政務が取れない。そうなると、きっと今までないがしろにされてた法王たちが出てきちゃうわよね。そうだ。平家にとっては都合の悪い後白河法皇に政治介入させる隙を与えることになってしまう。そうなると平家主導の政治はまたやりづらくなってしまうな。それだけは避けたいところね。また、この清盛による福原京遷都は都の供養ばかりでなく、政治に直接関係のない都の住民にとっても歓迎できたものではなかった。鴨野長明も著書北条記の中でこの遷都を批判している。そりゃ市民にとっても迷惑だったでしょうね。さらに、この頃猛威を振るっていた干ばつなどの天災も重なって、徐々に広まりつつあった社会不安に拍車をかけることとなった。平家弱にを収められないんじゃないか、って不信が広がるわけね。結局福原を奪われた平家は、屋島へ落ち延びた。安徳天皇と三種の神器を有する平家一門の勢力は、まだ衰えていなかったが、平家の上洛を阻止した源氏軍が、京都での勢力を拡大し、平家の上洛は難しくなっていく。追い詰められるわねー。阿波の国を制圧され、拠点である屋島を焼かれた平家は、再び海に逃げる。山陽道沿いの諸国は源氏軍に制圧されており、拠点だった九州も攻め込まれていた。さらに源義経に四国を抑えられたため、瀬戸内の政界権も喪失してしまう。自分たちが開発したルートなのにね。平家を屋島から追い落とし四国水軍を味方につけた源義経は、そのまま進軍を続ける。片や平家一門は源氏軍を迎え撃つため、彦島を出て田野浦に集結した。こうして、平家物語などで知られる壇の浦の合戦が始まる。ついに平家の滅亡か。最終的に平家は敗北し、安徳天皇と三種の神器は壇の浦に沈んだ。
八坂にの勾玉と八田の鏡は後に浮き上がってきたところを回収されたが、天の村雲の剣は失われてしまう。そう考えると、福原遷都は必要だったのかしら？難しいところだな。背景を考えると遷都にも理由があるようだが、いかんせん急すぎるから、どうやっても失敗しそうではある。そうよねー。そもそも土地が狭いとか、内部で意見がまとまってないって問題もあったしねー。清盛の自分の王朝を作りたいって夢だったのかもしれないぜ。その清盛がカリスマすぎたから、亡くなった後から平治の凋落が始まるのも悲しいわね。この後の鎌倉政権も頼朝が亡くなってからはバタバタだったから、なかなか一代だけじゃ国は作れないものだろうな。ということで今回の解説はここまでだぜ。次回もぜひ見てくれよな。チャンネル登録高評価もよろしくね。ご視聴ありがとうございました。